ルーファスとはマイクロソフトウィンドウズに対応したフリーオープンソースのポータブルアプリケーションでブート可能な USB フラッシュドライブやライブ USB をフォーマットし作成することができる。ルーファスは当初主に DOS をブートできる USB フラッシュドライブを作成するために使われる HPUSB ディスクストレージフォーマットツール 4Windows に変わる。 現代的なオープンソースソフトウェアとして開発された。公式の初版であるバージョン1.03は2011年12月11日リリースで MS-DOS のみの対応だった。バージョン1.04でフリードズに対応し、バージョン1.1-0で ISO イメージに対応した。バージョン1.2-0まで MS-DOS 版とフリードズ版それぞれ別に提供されていた。 バージョン1.32で UFI ブートに対応し、バージョン1.40でローカライズされ、バージョン2.0で Windows25 に対応、バージョン2.18で WindowsXP と Vista に対応した。複数の Linux ディストリビューションや Windows のインストレーション。ISO ファイルを含む多種類のブート対応。ISO ファイルに対応していて手を入れられていない。 ディスクイメージにも対応している。必要に応じて、s スリ l i n u x や GNU グラブといったブートローダーをフラッシュドライブにインストールすることで、ブート可能になる。また、MS DOS や Freedos をフラッシュドライブにインストールこともできるほか、Windows 中高によるブート可能メディアの作成もできる。さらにフラッシュドライブを FAT、FAT32、NTFS、 エクスファット、UDF、リ UD フスといったファイルシステムでフォーマットすることもできる。並びに選択したイメージの MD5、社 -1、社 -256 のハッシュを計算することも可能。ありがとうございます。